御在所ロープウェイによると、今月14日頃から色づき始め、朝晩の寒暖差が大きくなるにつれて、ツツジやシロモジ、ミズナといった植物が赤や黄色に染まり、今は標高1000メートル付近が見ごろだということです。ロープウェイからは赤や黄色に色づいた山肌の大パノラマを楽しむことができます。 山頂付近では、標高差で色づきが異なるグラデーションを一望することができ。訪れた観光客らは、秋の絶景を写真に収めていました。いや、初めてなんです。下とは、七月紅葉がね、やっぱ進んでるんで、綺麗ですね。景色は雄大でいいですよね。空気もいいし、もう、なんか清々しい。感じで、とてもいいです。 古材所ロープウェイによると、紅葉はこれから徐々に標高700メートルから1000メートルほどの中腹エリアへ降りていき、麓の湯の山温泉街では来月中旬から下旬にかけて見ごろを迎えるということです。また、古材所ロープウェイでは来月末まで秋のキャンペーンを行っていて、期間中、大道芸のパフォーマンスや展望レストランで 秋限定のオリジナルメニューを楽しむことができます。